ことを目指して誕生しました。私のような男と一緒に暮らしてみたい人はいますか？ありがとうございます。それではこれからの時間、ロボットと暮らしてみたい人、そうでない人にも私のいろいろな動きをお見せしますよ。よく見ていてください。まずは急いで動いてみましょう。
というか表現をお見せしましょう。それでは部屋に戻ります。